ある日、恐竜に助けられたブーちゃんのことを聞きたい？石風を使って、聞きたい。いつもより、あの子とってもいい子だから仲良くしてやってね。姫からのお願いだよ。少し丸く見えすごい浅い話やった。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、もうなんかいつも通りの日常って感じやけど。最近僕らは恐竜と仲良しなんだ。かけっこ競争したらあっちも頑張って走るんだ。かけっこ競争でも、みんなのんびりのんびりやったけん、どうなんやろ、人間の方が早いんかな。ここだけの話だけど、ハートマークってなんだかいつも悲しそうなのよね。悲しそう？全然わからんけど。一人だけこの世界に連れてこられて、お友達が恋しいんじゃないのかな。あ、そういう鳥みたいな感じで群れでおるんかな。のんびりのんびり歩いてるな。お？悪の博士、まだここにいたの。我が輩の邪魔をする連中を懲らしめる方法はないものか。めっちゃ声出てますけど大丈夫ですか？大丈夫なんですか？あら、シロ。もう夕方。どうやらシロが迎えに来てくれたのか。迎えに来てくれたようです。なぜそっちから？反対方向では。帰るか。いただきます。これってラーメンよね。めちゃくちゃ大盛りじゃない？やばいよね。いただきます体格差とか関係なくみんな同じ量やし。いい景色だ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日の恐竜パレード、よかったね。ピースフルな感じで本当によかった。ピースフルって何？平和ってね。幸せってことよ。幸せ？意味違くない？はやい。ふふーい。いいお湯。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。かけません。声かけたぞ。今回はちょっと、もう何何何びっくりしたんやけど。外に誰か来ているようですよ。悪の博士よね、今の声は。なんだ夜に。しんのすけが外に出ると騒がしいよ。そこには悪の博士が立っていた。どんな用事があるのかな。人んちの庭に不審者や。まあ用事というほどのものではないのだが。お前の話を聞きたくなったのだ。なんとまあ嘘くさい。話とは一体。おいおい、我が輩はそこまでひどい人間じゃないぞ。ナレーションに向かって言ってきた。知ってますよ。でもちょっと風変わりな人なのは間違いないのでご用心。まあ、でもナレーションっていうか、これはあれってことなんよね。隣の何さんやった？畑さんやったっけ？ってことないよね。この町での生活を聞かれたしんのすけは、よしこお姉さんの話と、ひろしの靴下が相変わらず臭いこと。そんなことはきっとどうでもいいと思う、悪の博士は。そして、春日部の友達にそっくりな子たちがここにいることを話した。うん、そこはちょっと気になるよね。うんうん。だって、ミサエも似たような、見たことあるような人たちがいっぱい来るって言ったし。それは興味深い。なぜ友達にそっくりな子供が、しかもたくさんこの町にいるのだ？そこは博士は関与してないの？困ったもんですね。ねえ、こっちが聞きたいんやけどって感じやけど。実は我が輩もすでに気づいていることがある。古代からやってくる恐竜たちは、すべて、我が輩が子供の頃に読んでいた絵本に出ていたものばかりなのだ。それにしても今夜は敵の正体を知るため、偵察に来たつもりだったのに、こんなに興味深い話をたくさん聞けるとは。もうすごいなんか、暴露してきたけど。博士は知りたくて。少しずつ少しずつ距離を詰め、仲良くなっていきました。いいことだけども、しんのすけも嬉しそう、うん、このまま何か大きな事件に巻き込まれなければいいのだけど。いや、絶対巻き込まれるよ。だってこの博士やもん。最近昼間はずっと赤いベンチの公園にいるから、いつでも遊びに来るがいい。赤いベンチの公園？いつも座っとるところかな。あれ公園なん？また面白い話を聞かせてあげよう。ただの川のほとりじゃないの？違う。ハートマークが止まっとるところよね。その鳥のような生き物には仲間
読み聞かせをしている。毎日毎日たくさんの仲間と空を飛び、どうも。彼は遊んでいたので、仕事の後にお風呂入ってご飯を食べて、その後こうやって奥さんや子供たちと涼しい縁側で遊んで、僕はなんて幸せ者なんだろう。それはよかった。いつも何しようんやろ、仁王立ちで。この町にはいろんな人がいるのよ。ここだけの話だけど、ある日、恐竜に助けられたブーちゃんのことを聞きたい？聞きたい。いつもより、あの子とってもいい子だから仲良くしてやってね。キネからのお願いだよ。少し丸く見えました。すごい浅い話やった。そういえばブーちゃんとは仲良くなったかい？秘密基地から博士の研究所の方へ行く扉がついた細い道があるだろ？ブーちゃんはいつもあそこの向こう側で遊んでるんだ。行ってみるといいよ。どこのことだ？マサオくんがおるとこ？今度はもっとマサヤくんやっけ？高く舞い上がり、隣の海岸線が白く光るのが見えました。あそことはまた違うとこかな。ドガママ恐竜 WQ がこの町にやってきて、ここの雰囲気がますますジュラ紀に近くなってきた。超ラッキー？ジュラ紀。どうやったら間違えるんだ。と。そういえば、サブローくん、夜はいつもすぐ近くの店にいるのに、なんでわざわざ出前を頼んで私を呼び出すのかしら。それは、ねえ、そういうことよ。きっと。恐竜パレード大成功だったんだって？父ちゃんも見たかったな。お仕事だったんすかね。しんのすけたちがたくさんの恐竜を引き連れて歩いたって聞いたぞ。見たかったな。写真とか、動画とか映した人はいないんすかね。違うんすよ、お話がしたいんです。寒い冬の夜に、ここで一人で飲んでいると、時々亡くなった妻、ヨヨコやララコのお母さんのことを思い出すんだ。なんで亡くなったんやろ。こっちにはいつ行けるようになるんかな。まだ結構かかるんかな。あ、もうあっちまでは行けないか。時間的に。ああ、行けなさそう。お迎えが。ガー緊張は帰る時間だぜ。お迎えというか、追い返されるというか。お、今日の絵日記。前回の絵日記読んだっけ、私。読んだような、読んでないような。読んでなくない？え、読んだ？ここの画面、明日を警告、あ、でもこれは、見たな。え？見たんかな？あ、見たような気がするわ。うんうん、見たわ。ってことで今日の絵日記。新しい恐竜の名前はワガママ恐竜 WQ に決まったよ。どういう意味かは知らないよ。WQ はなぜ WQ なんやろ。そこはちょっとよくわからん。恐竜に悪い噂があるらしい。警察に逮捕されたら明日テレビに出るのかな。警察に恐竜が逮捕されるってちょっとよくわからんけど、ご婦人の化粧のノリが悪くなったら大変だ。それは一体どういうことなんやろ。仲良しパレードってなんだろう。わがまま恐竜 WQ の背中が赤く腫れている。ほら、あれ確実にさ、ちぎれとるよね。途中から水をかければ治るかな。仲良しパレード大成功。最後にみんなでファイヤー。楽しそうだな。仲良しパレードは仲良しになるパレードだ。そのまんま。仲良しパレードに怒り浸透、悪の博士。お、気づいとったんやね、そこ、しんちゃん。敵に回すと怖い人。でももうなんか友達になったっぽいけん大丈夫なんじゃないかな。ピースフルは幸せってことらしい。悪の博士がやってきた。二人でいろんな話をしたよ。いつもなんだか嘘くさい悪の博士がやってきた。余計な言葉がついとる。二人でいろんな話をしたよ。うん。でも仲良くなったけんね。ゆきかな、ゆきかな。おやすみ、しんのすけ。ここが一体なぜララコちゃんになったんかが知りたいんやけど、特に理由はないんかな。またまたびっくり。今日から朝の体操に。これは WQ じゃない？あの、ステゴサウルスがいるようです。どこまで増えてくんやろうね、これ。だって今のところも別にあれないよね、二郎さんとかおらんのよね。なぜなんだろうか。二
郎さんと三郎さんを煽るのに。そしてお隣の2人もおらんし。今日も朝から元気。ではいただきます。いただきます。いただきます。今日は秘密の場所で秘密の大会があるよ。なんだそれ、全然わからない何一つ明かされてない。いいのいいの、わかる人だけ秘密の場所に大集合、忘れないように。ふふーい。え、でも大会ってことはあれじゃないの、あのバトルのやつじゃない、違うんかな。それ以外には思いつかないんだが。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。これ以上朝のラジオ体操増えんような気はするんやけどな多分わからんけど